How's it going, Sherry? はい。皆さん、ごきげんよう。おはようございます。おはようございます。ということでですね、はい、今日は久しぶりに質問コーナーじゃないですけど、グラムの方で質問をね、募集したんで、今日はそれに、切る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 感じで全部答えていこう。スリム、この人知り合い？知らないですね。どうスリム、今日の意気込みは何かある？まあまあまあ、どういうコメントが来るのか正直ね、ちょっと曲を出してからだから新しいジャンルのコメントが来るんです。あー、ありましょうね。まあ関係なく切りますよ、僕は。切ってくんだ。切ります。まあまあまあ、みじん切り。そうか。俺は今日のために食事も抜いてきたし。マジで気合えぐいっすね。いやもう本当っすよ。筋トレだってしてきたから、はい、絶対に倒したいと思います。誰を？ヤング君、質問の方は結構来てんのかな。やばいよ。じゃあ行きまーす。はーい。テンポよく行こう。未成年でも参加できるライブ開催予定ありますか。せーの、あります。6月4日。あー、これはどう、テイク2取っときます。そうかもね。一応ね、一応ね、綺麗なバージョンも。いいやんだね。せーの、あります。分かんない、指定してくれないと。大体下半数の方合わせる。下半身の話すんなよ。してねえよ。あんま下半身って言わねえけど。次行くよ。6月4日ちゃんと告知しろよ。6月4日ポップアップやります。タトラス南青山店ですね。はい、住所は適当にあの概要欄から貼っとくんで勝手に見ろ。表参道行くから650m 見ろ。お前勝手に見ろ。勝手に見ろ。勝手に見ろバカ。お前それバカ言い過ぎだろ。じゃあ行きまーす。最近ハマってることは？うわ、これ、いや、せーのであるっしょ、みんなで。あるっしょ。あー、それしかないっしょ。これ、忍者で行こう。忍者でハマってることね。はい、せーの、スマブラー！うわー！ファルコーファン！ XX！ スローさん、ザケルさん、ヤングさん、応援してます。大好きです。おー、嬉しい。普通に嬉しいコメントっすね。俺、いねえだろ。これはさ、視聴者の人がいじってくれたのかな。これってよく考えたらさ、やっぱすごいことだよ。スリムのキャラが確立してるってことだよ。確かに。まあ確かにね。そういう面ではどうですか。いじっていいのはメンバーだけだから。舐めてんの。この前渋谷一人で歩いてたら、ヤング君ですかってこうやって顔のぞかれて言われたぞ。どういう心境だったんだよ、彼は。おもろい質問来てるわ。ヒップホップで誰が好きですかって来てるわ。めっちゃいいね。ラッパーどういうことなの。ラッパーとかじゃなくてヒップホップで誰が好きか聞いてる。ヒップホップで好きな人を教えてほしいの。ラッパーでいいんじゃないじゃん。スリムはアフリカンバンバータっつってたけど。俺はね、俺はブッダストレッチ。お前もダンスの重鎮だろそれ。まあ生き方で言ったら親父っすかね。シュリゲ？シュリゲ。ふざけんじゃねえ。ボケをボケで返してくんじゃねえ。ポップアップは東京以外でやる予定ないですか。まあ今のところはないけど、やりたいから。やりたいっす。まあ今回は東京でしかやんない。お試し東京でね。うん、これはあれかな、旬が分かんのかな、この質問は。はい、好きな人に嫌いって言われたらどうする。いやいや、なんでそれ俺が分かる。え、だってスリムに、スリム好きだけど嫌われてるじゃん。俺がってこと。そう、俺が好きだけどこいつが嫌いって言うってこと。逆だ。だから好きな人に嫌いって言われたらどうする。嫌いって言うってことは少なからず興味があるってことだから。ない、マジない、マジない。嫌いっていう感情を持ってるんで。例えば道を歩いてるとするじゃない。知らない人とすれ違ってもさ、嫌いっていう感情が湧かないの。それはなんでかって言うと、そいつに興味がないからね。っていうことは、つまり嫌いって言ってくるってことは、やっぱり何かしら彼のこと意識しちゃってるってことだ。それを踏まえた上でスリムどう、うん、うわ、今日忍者オフだ。あ、ヤングスロー何やってんのかな。お前、一回も思ったことない。ソーリー。怖いのが来てるわ。近所に住んでるんですが、会いに行ってもいいですか。え、それさ、俺さ、もうマジで俺思うんだけど、 DM でも来たんすよ。マジ近所に住んでますみたいな。え、それヤバいぞと思って。送んない方がいいよそれ、普通に。人として。まあやめてくださいよ普通に。いきまーす。最近の口癖何。ヤングはもうハニャ。いやだからそれ俺のやつだから。お前のやつでもない。あとマジハニャやめてくれよ。確かにザキから映ったのはマジです、間違いない。でもお前のやつではない。え、スリムはあれじゃない。いや俺マジでお前のこと好き。言わない、本当にずっと変わんないよ。じゃあ人違い。おお、こいつゴルフ場ついたんだけど。ふざけんじゃねえよ。ゴルフってします？皆さん。話題転換下手すぎるだろ。俺口癖あるか。でもヤングのハニャぐらいしか思い込まねえな、マジで。ヤングマジ最近うるさい。ハニャ。じゃあ行きまーす。ラッパーとコラボする予定はありますか。 YouTube は、まあ、全然可能性はありますね。コラボっていうかね、一緒に動画撮るとかはあると思う。そうです、予定はないよね。予定はない、予定はないですけどね。曲に関してはないですね。そこは一回自分たちで頑張りたいんで。そうだね。はい、じゃあ行きまーす。ファッション系の動画やってください系がめっちゃ来てる。ああ、やろうやろうやろう。まあじゃあそれは後にやるということで。やろうやろう。じゃあ最後にふさわしいやついくか。いいよ。好きな言葉は何ですか。
半分大喜利みたいなとこあるよね、これ。最後スリムだよ。ふざけんなよ。なんでね、スローだろ。アンパイアンパイボケでしょ、やっぱり。たまにはさ、最後おえ珍しい自信あるぞ、こいつ。いや、まあでも、俺正直言ってやめる出しちゃうからやめとくから。いや、いいから、早くやって。誰から行くの。え、スローって。いやいや、いやスリムスロー。あ、いいですいいです。好きな言葉、俺も結構前から決めてるっていうか、感動させてやるよ。じゃあせーの、ポンポンポンでいいですか。じゃあいきます。ちょっと待って、ごめん、待って、スローボーイってやっぱすげえ。じゃあはい、掛け声お願いします。最初最後。それでは好きな言葉どうぞ。せーの、一寸先は闇、情熱。ちょっとごめん、あの待って待って、わかんない。すごい、今日って冬っすか。こいつはね、ちょっともう一回撮っとかない。いや、もういいって。じゃあ俺とスローも考えないといけないってこと。もう一個、しかも一寸先は闇よ。もう結構滑って長いので来るから。結構滑って、好きな言葉だからいいでしょ。それも一寸先、いいでしょ。結構滑ってるな。もう一個だけ、お前だけ言っとけば。じゃあ最後、俺とスリムが終わった手で喋るみたいな。本番のテンションで行きたい。確かに確かに、それはさ、間違いない。3人とも行った方がいいよ。え、俺らもう新しいの考えると。うん。あ、なるほどね。あ、じゃあいいですか。え、もう行けんの早くない。しかもこいつしれっと情熱でクソしょうもねえ。行きましょうか。なんでそんな気合い入れてるんですか。気合い入れなくていいから、マジで。行きます。はい、せーの。人と人とのつながり、僕とファミリー。いや、スリムが滑ってた、今の。いや、うわ、ちょっと待って。待って、ファミリーは人と人と僕とつながりは結構滑ってた、さすがに。じゃあ、まあ、どっち使うかは任せる。これはさ、全然僕とやばいぞ。好きな言葉じゃねえっすよ。ずるいよ、それ。お前一番滑ってたよ。まあ、それは視聴者さんが判断してくれば。2種類いらなくねえよ、マジで。バイバーイ。じゃあね、もう、本当に。